ツェッペリン・シュターケン R6、ゼッペリン・シュターケン R6、ゼッペリン・シュターケン R6 は、ツェッペリン飛行船会社が製造し、第一次世界大戦で使用されたドイツの服用爆撃機である。製作会社の名前を一般に、ツェッペリン・シュターケンとするが、これは、ツェッペリン飛行船会社が製作した、航空機の内ベルリンの出版ダーをに置いた。 シュターケン製作所で作られたものであることによる。ドイツ帝国陸軍が推し進めた R 計画に基づき製作された R6 の原型機は1916年後半に初飛行した。ほどなく量産命令が下りた車生産分も含め18機が1918年7月までに納入されたと言われる。構造についてはこれまでの大型爆撃機とは打って変わって、 常識的なものとなっている。山頂間の支柱と補助針線に指示された細長い主翼の上下翼間に、串型に2機ずつの発動機が胴体左右に搭載されており、胴体は基金混合構造で密閉された初位電車型と呼ばれるコクピットと、そこから突き出した爆撃小巡石拳銃座があった。爆弾の最大搭載量は2トンだが、 ロンドンなど長距離爆撃の際は1トン程度に抑えられていた。本機はゴータジー砲等と共にロンドン空襲に用いられた。使用単位については Wikipedia、ウィキ,ペディアウィキプロジェクト航空、物理単位も参照を一気未完成という説もある。ありがとうございます。